あの台湾のさ屋台の焼きそばみたいなさ、お金のない学生の諸君、ようこそ達長の時間へ。今日用意してもらうのは20円のもやし、40円のキャベツ、牛肉はちょっと僕のところは高いんですけど、まあ100円ぐらいの牛肉とマルタイラーメンということで。やっぱりもやしラーメンなんですか？もやしラーメンはもう卒業しましたよ。学生のみんなはさ、うん、もうマルタイラーメン食べ過ぎてもう辛いでしょ。これ見たことないんですけど。もう忘れてんのよ。違う、もう忘れてんの。え、俺もマルタイラーメン買ってたってこと？そう、一応ね、この間テレビでやってたマルタイラーメンを焼きそば味するとすごく美味しいよってね。今日その焼きそばを作るやり方を。今日は焼きそばだ。そうだから。いいですね。もう二刀流。あ、こっち茹でないといけないから。じゃあまずちょっと切ってきます。達長さんっていうのがラーメン屋さんではないんですよね。お金のない学生の仲間、はい、お金のない人の、あの友達。俺はお金あるから紅生姜とネギも買ってきたんだけど。おー、いいですね。お金のないみんなはそこまでやらなくてもいいですよ。やらなくていい。肉もなくていい。それがあるものとないものの差だから。いや、お金のない人の友達には見えないんだけど。でもとりあえずキャベツを、はい、まあ、適当に切ってもらって。あー、本当に適当ですね。本当に適当に切ってます。はい、できましたか。なんでキャベツってボロボロになるの？ボロボロにしたの自分ですよ。だよ。ネギの方もワンカッティングしといた方がいいんで。はい、そりゃそうですね。ここすげえな。全てが機能的。ダメな一人暮らしの人みたいな感じ。あのネギの方はですね、あの皮を1個剥きましょう。俺、うわ、なんで丸いんだよ。あの達長さんってその得の高い人間とかではないんですよ。教える側だから得は高いよ。ですよね。世界の矛盾、はい、それに怒ってんのよ。なんか丸い、ネギが丸いとか、キャベツがバラバラするとか。じゃあとりあえずネギをランダムに、ネギをランダムに切っていきます。はい、どういうことですか？いや、結構規則正しく切ってますけど。あ、ネギが切れました。はい、そうですね、こういう形でね、ネギ切って。はい、もやしは覚えてますね。ちょっとためになるのは。他の食材一切洗ってないですけど大丈夫ですか？なんで洗わないの？これはそれが世界の矛盾なのかなと思ってほっといたんですけど。それじゃあ今日のまずそのためになる話。ああ、はい。人のことを悪く言わない、地面返ってくるから。なるほど。よく悪く言わない。よく言いますよね、そういうのはね。どうですか？ためになりましたか、皆さん？はい、2。あ、まあこういうのいっぱい来るんですよ。せっかくなら聞いたことないやつだったらよかったんですけど。葉っぱをむやみに取らない。木についてる葉っぱをむやみに取らない。はあ、それはどういう意味なんですかね？これはむやみに葉っぱをみんなが取ると、うんうん、葉っぱがなくなって酸素がなくなっちゃうから、あーは、地球が宇宙になっちゃう。だから葉っぱはむやみに取らない。これは達長の教え。深いっすね。じゃあ行きます。はい、牛ヒレ肉を。嘘そういう気持ちでやれてる。そうこれがそうで、本当は豚バラでいけって言われてたんだけど、はい、豚バラ高かったから。ああ、なるほど。お肉がある程度炒まったら、はい、ここもう野菜全部入れていきます。美味しそうだね。なんかでも美味しそうではあるけども、うん、ああちょっとこれ限界値きてんな。一回行くとこまで行こうよ。いや、こんなん限界超えてる。おおー、なんか、おお、美味しそうじゃん。なんか足りないな。足りない。え、さらに入れんの？動画の方向性変わった？いや、蓋すりゃ何でも大丈夫なわけじゃないんだよ。いや、はみ出てんじゃんよ。シューじゃねえよ。シューってなんだよ。ちょっと混ぜてみよう。いや、いいですね。あ、しんなりしてきて。しんなりしてきましたね。とりあえずこれを2分間茹でて、はい、マルタイ一応開けときますね。なるほど。これがマルタイラーメンです。なるほど。まず野菜半分こっち入れちゃいます。あ、なるほど。半分でこの量ってすごいっすね。そうめんみたい。いつもなんかそういうタイミングで腕の細さ確認しますよね。2分経った？まだです。これ普通は3分やる。なるほど。あんま水切らないで入れてくださいって書いてあったんだけど、うん、こっち水超入ってるから、うんうん、もう水結構なるだけ切り目でいきます。なるほど。水切らないでって書いてあったって何に書いてあったんですか？なんか読んだんですか？書いてあったって言ってた。言ってました。あー、なんかいい感じがする。なんか美味しそうな感じするね。美味しそうな感じする。これを、うん、もうなるだけこうよく混ぜてください。そりゃそうだ、そりゃそうだ。いや、美味しそうな感じする。うまそうな感じする。醤油ラーメン。醤油ラーメン。
ってことは醤油焼きそばになると。そうです、ね、今日は。そうです。なるほど。先にこれも3分の1入れます。薄めがいい人は薄めに調整してくれと。なるほど。自分で調整してくれって書いてあったから。それがクックパッド。クックパッド読んでたんすね、やっぱ。あ、やっと火もようやく。いいっすね、このなんつうんだろう、あの台湾のさ、屋台の焼きそばみたいなさ。今です。いや、うまそうじゃん。うまそうじゃん。これいいじゃん。この瞬間がやっぱりいいね。これね、素早くまず混ぜます。あ、はい。これはね、結構頑張って混ぜてくださいって書いてあった。へぇ、即席麺がくっついちゃうんで。はんはんはん。安くて量あって、これで味が美味しかったのね。これだって一食200円とかだよ。あー、たまらんな。どうしよう。いいじゃない。完成。いや、うまそう。世の中の平和を祈っていただきます。危険な動画。平和祈んなくていいよ。紅生姜と平和祈んなよと麺で平和祈んのはいいだろう。いただきます。はい、あー、これひき肉もいいや。うん、うまいや。いや、そこうまい。どう俺の好きな味。あー、なんかね、学食系ではあるね。そう、学食系。ちょっと申し訳ない。どうぞ。美味しかったです。はい、紅生姜好きだ。うまい。これこのリアクションよ。いや、普通に美味しいから、うん、どうしたのと思ってる。みんな分かったかな。火力のないところで、うん、美味しいものを作ろうとしても、うん、到底難しい。自分が燃えて料理をしないと美味しいものが絶対できないんだよ。今日の達長、鶴を呼びます。お。